バンシーエアポートは、フランスの空港運営会社である。現在、フランス、ポルトガル、イギリス、スウェーデン、セルビア、カンボジア、日本、アメリカ、コスタリカ、ドミニカ、共和国、ブラジル、チリの国で45空港を運営している。2019年の旅客数基準で、世界最大の民間の空港運営会社である。フランス建設大手のバンシーのグループ会社である。1995年に、 カンボジア国内の2空港に対する2040年までの運営権を取得。これを皮切りに2003年にグノーブルイゼール空港、2004年にシャンベリサボア空港、2007年と2009年にクレルモンフェラオーベルニュ空港、カンペール・コルヌ・アイユ空港の運営権を取得した。2010年にはレンヌ・サンジャック空港とディナール・プルール・トゥイ・サン、マロ空港に対する 運営権を取得し、事業を着々を拡大。2011年には、南東アトランティック空港の55年間の運営権を取得。2013年には、ポルトガル国内10空港の50年間の運営権を取得した。さらに2015年には、パリ空港公社らと共同で、チリのアルトゥーロ・メィノベニテス国際空港の運営権を取得した。そして、 2015年10月1日より運営を開始した。また、ドミニカ共和国の6空港についても、2016年の第1四半期末までに運営を開始する予定である。2016年1月28日、イラン第2の国際空港であるマシュハド国際空港と、第5の空港であるエスファハーンシャヒードベヘシティ国際空港の運営権に関する覚書を締結した。 2016年中には同社による運営が始まる予定である。2016年4月1日、日本とドミニカ共和国において空港運営事業を開始した。また、同年7月29日には、リオンサンテグジュペル空港の運営会社の株式の60%を、フランス預金協宅公庫ことクレディアグリコルアシュアランスとのコンソーシアムで取得することが決定し、 同年の11月10日に買収を完了した。2017年3月16日、ブラジルのサルバドールにあるデューカード、ルイス・エドワルド・マガリアエス国際空港の運営権入札に落札した。2018年1月8日、セルビアのベオグラードにある、ベオグラード・ニコラ・テスラ空港の運営権入札に落札した。年第四半期に正式な契約を締結し、 2018年中に同社による運営を開始する予定である。2018年4月24日、アメリカの空港運営会社であるエアポーツワールドワイドを買収することを発表した。これにより、アメリカ、イギリス、スウェーデン、コスタリカでの空港運営事業に参入することになった。2018年現在、 同社が運営に携わっている空港の利用者数は1億5660万人に上っており、1万2000人以上もの従業員を雇用している。関西国際空港と大阪国際空港の運営権入札では、オリックスと合同で応札し、唯一一次入札に通過した。出資比率は、オリックスとバンシーエアポートで各4割、地元企業が2割となっている。 順調に行けば2016年3月末に事業移管が行われる予定である。2015年11月10日、新関西国際空港は、オリックス、バンシ・ー、エアポートコンソーシアムを優先交渉権者に選定した。年内には合弁で運営会社を設立し、2016年4月1日より、新会社による運営を開始させる予定である。 2015年12月1日、運営会社として、関西エアポート株式会社を設立した。2015年12月15日、新関西国際空港は、関西エアポートとの間で、実施契約を締結した。初代社長は、オリックスの副社長である山谷義行が、初代副社長にバンシーエアポートのエマヌエルムノントが、それぞれ就任した。2016年4月1日、 関西国際空港と大阪国際空港の運営事業を開始した。なんとアトランティック空港リオンサンテグジュペリ、空港リスボンポルテラ空港プノンペン国際空港、関西国際空港フランスポルトガルカンボジアチリ、日本ドミニカ共和国ブラジルセルビアイギリススウェーデン、コスタリカアメリカが衆国。ありがとうございます。